言を開会いたします。憲法関連の著書を多数出されております弁護士で伊藤塾の塾長伊藤誠さんです。伊藤誠さんより連帯のご挨拶をいただきます。皆さんこんにちは。暑いですね、太陽の熱と皆様一人一人の熱気、私も焼けそうです。本当におめでとうございます。お招きいただきまして、ありがとうございます。もうすぐ憲法記念日がやってきます。67回目の憲法記念日です。働く皆さんたちの力によってこれまでこの憲法を守ってくることができました。しかし残念ながら今この国の憲法はご承知の通り危機的な状況にあります。これほど私たちのこの憲法がなし崩し的にないがしろにされてきている、そんな時代はこんな時はなかったと思います。昨年4月1日、皆さんご承知の通り内閣は閣議決定で集団的自衛権の行使、これを認めるしてしまいました。それを受けて日米の軍事協力のガイドライン、これを日本の国民に説明する前にアメリカに行ってその了解を得てニコニコして帰ってくる、国民に説明する前にアメリカの承諾を得る、今の安倍政権が誰に向かって仕事しているのか、これでよく分かります。私たちはこの安倍総理やまた政府の言葉に騙されてはいけません。東京都教職員組合です。出たらすぐ左側に行って、次どのテーマに関心を持って声を上げに行きました。やはり教育のことが戦争への道を開くような教科書問題とか市民課でいろいろ行われているのと、みんな国民の皆さんはね、よく知らない形で進められているということがすごく懸念しています。具体的にどういうふうに一度喋っているか、中田さんに出たら私は組合の専従のアルバイトなんですけれど、組織を、拡大することと、組合員、若い組合員を組織化して、そういった学校の中で改革をしていく、自由にものが言える、そういった組合活動を進めるように、応援しています。